はい、では始まりました。ハイチのダラダラジオ第288回でございます。午前3時30分なんていう時間に撮ってるんでしょうかと思いますが、少しね小声モードなんですけども、よろしくお願いします。で、今週のテーマが多忙だった父との思い出ということで、ツイッターでちょっとね土曜日かなにツイートした内容とかぶるっていうか、なんか同じような感じになるんですけど、まあ、話していきます。で、あとね、サブちゃんっていうのと文慶さんっていうね、パワーパワーチャンネルのねの話をちょっとしていきましょう。ということで、まずあれだな、オレンジからいこう。サブちゃんね、最近もう何ヶ月だろう、半年ぐらいかな、いじってないんですけど、サブちゃんが実はありまして、もともとゲーム実況やってたんですよ、サブちゃんでね。で、他にもちょっと、まあ、このチャンネルとは関係ないようなことをサブちゃんにあげてたりしてたんだけど、そう。で、ゲーム実況しばらくちょっとやらないでおいてて、で、夏休みになるから、ちょっと、なんだろう、まったり復活しようかなと思ってね。で、ツイッターで、なんかどんなゲーム見たいですかって振ったら、まあ、やっぱり時期物もあってさ、マリオメーカーと、あとスマブラと、何が良かったっけな、あとホラー。ホラーも多かったね。俺ホラーめちゃくちゃ苦手なんですよ。ほんと苦手で。でね、やっぱホラー苦手な人がさ、叫ぶみたいな面白いと思うよ。まあ俺も見てて面白い。だけどね、俺多分ね、叫べないんだよね。どうだろう。もともとリアクションがあんまりね、こう、リアクション薄めの人間なので、そう、だからそもそもね、ゲーム実況に向いてない。いや、分かってんだけど。ただ自分がゲームが好きなんで、まあ多分やると思います。で、サブちゃんの存在知らない方多いと思うので、とある男が息抜きしてみたっていうチャンネルやってますんで、まあよかったら登録の方よろしくお願いします。しばらくいじってないけどね、昔のゲーム実況残ってるから、興味があったら見てみてください。で、あと、文慶さんに関してはですね、先日自分がね、ちょっと性的なコンテンツというか、否認に関する動画を撮ったんですよ。で、本当たくさんの方に見ていただいて、ね、ありがとうございました。まあ、いろんな意見もありましたけど、でも結構、思ったよりね、こう、前向きな意見をいただけて、非常に安心しました。久々にね、投稿するのにすごいドキドキした。どうだろう、大丈夫かなって、結構悩んだからね。そう。で、案の定、まあ、収益化は外されましたけど、あの動画は。そう、収益化できてないんでね、外されたんだけど、まあ、でも、こう、社会的意義じゃないけど、自分が、ああいうことを話すことに意味があると思ってる。このチャンネルだからこそね。なので、まあ、全く後悔はないんだけど、そう、あの内容のツイートをね、文慶さんがリツイートしてくださってて、いや、本人も書いてらっしゃったけど、あの内容リツイートって結構きついと思うのね。人によっては。まあ、自分が逆だったら、自分はさ、こういうチャンネルやってるから全然いいんだけど、そう、だから本当にありがとうございました。いやー、だって俺、LINE で俺言ったもん。文慶さんに、本当ありがとうございます、みたいな。そう。で、いつも通り、もう即レスでね、文慶さんめちゃくちゃ、LINE のレスが早いんで、そう、いただきましたけど、本当ね、この場を借りてね、またお礼言わせていただきます。本当ありがとうございました。他にもね、リツイートしてくださった方とか、もともと自分のチャンネル見てなかったんだけど、その、文慶さんのね、リツイートで知りましたなんて方もいっぱいいらっしゃったので、たくさんの方のほどね、ご協力いただきありがとうございました。たまにね、ああいう動画も多分撮っていきます、これからも。だから、もしかしたら、って思うこともあるかもしれないんですけど、まあ、そういうことも発信する人間なんだと思ってね、よかったらお付き合いください。はい、ということで、本編入る前に4分です。じゃあ行きましょうか。でね、まあ、今回は、うちの、俺、おとんって呼んでる、ちょっとおとんって多分動画内でも言ってしまうんだけど、まあ、父との思い出を話していきます。で、うちはですね、まあ、家族構成から言うと、まあ、母と父とうち妹がいて、で、まあ、前もちょこちょこ話してますけど、妹はうち障害者なんですよ。そう、知的障害と発達障害、まあ、ちょっと重めの障害を持ってる、妹がいるんですが、で、父も母も割と若い時に自分を産んでいて、今自分が34でしょ？だから、おとんもおかんも、今57かな？ 23 歳で自分を産んでるので、そう、24だったかな、産んだのか。だから58か。もうちょっと定年前ぐらいなんですけど、今はね。そう、まだすごく元気でね。で、なんで僕は、話そうと思ったかっていうと、昨日、おとといか、に電話が来て、おとんから。そんで、うち、両親とも福岡出身なんですよ。だから俺も出生は福岡なんですけど、で、転勤族だったんでね、関東に引っ越したんだけどさ。で、この前、うち、なんだっけ、まず、父親、おとんの、父親、だからおじいちゃんね、俺からすると、おじいちゃんが数年前にちょっと亡くなってしまって、で、おばあちゃんの方も、もう、今ちょっと入院してて、あんまり先は長くないって言われてる状況なのね。
で、うち弟が一人いて、俺のおじさんだよね。そうで、おじさんが今年突然死してしまって亡くなったんよ。多分それ話したけど、で、そのこの前福岡に帰ってさ、その実家を整理してたらしいんだわ、弟がね。でそしたら、その自分の幼稚園の時の映像がなんか出てきたらしくって、多分ビデオテープかな、当時は。そう、まだみんなわかんないと思うけど、ビデオテープがあって、でそれをなんか DVD に焼いてくれたらしいの。弟もそういうの得意でさ、すごく。そうで、いるって言われたから、え、欲しいと思って、ちょっと恥ずかしいけど見てみたいからさ、あ、いるいるっつって、でこれ日曜に投稿してて、今土曜、日曜の早朝ねに撮ってるから、まあ今日届けに来てくれるんだけど、父親が。そうそうそう。で、その時電話した時に、お前めっちゃ可愛かったぞーって言われたからさ、即で、即だよ、即、今も可愛いわみたいなこと言って、で電話口で音爆笑みたいなね。そうそう、そういう、まあ今仲良しなんで、うちすごくそういう感じだったんでね。それを聞いた時に、なんかそれをツイートして、でなんかいいな、そういう関係とかっていろいろあったから、ああそうか、そういう風に見れるんだなって。でも全然ね、実は仲良しになったのは社会人になってからで、いや仲悪かったわけじゃないんだけど、うち、まあ今そこにも書いてあるようにすごく多忙だったのね。うちの父、俺群馬に住んでて、で父親は東京の会社に行ってたんだよ。多分1時間半とか2時間かけて多分仕事行ってたと思うんだけど、朝は多分いつもね6時ぐらいの電車だったかな。もう始発に近いぐらいの電車で行って、帰ってくるのいつも終電だったの。うち田舎だったから終電が多分日付超えることはなかったんだけど、23時54分とかだったかな、確か終電着くのが最寄りね。でそれでいつも帰ってくる家で、でしかもうちちょっと寝る、結構寝る時間とかに厳しい家でね、その9時以降に起きてると普通に怒られる、おかんに怒られるような家だったの。まあしつけは結構厳しめというか、そういうところはしっかりしてて、挨拶とかもそうだけど、そうだから、まあ、21時には寝るじゃん。寝るから、その朝は結構早起きだったんで、まあ眠気まなこでおはようって起きてた時に、おとんが行ってきますって言ってくる感じで、夜は会うことがない。で土日も仕事だったり、あと接待のゴルフだったりでいなくって、まあゴルフの時は夜はいるからね、顔を合わせるんだけど、でも平日に顔を合わせることなんてほとんどなかったし、忙しかったからね、なかなか一緒に遊んでもらうっていう思い出もあんまりないかったんだよね。そう、そういう親父だった。親父って言ってたよ、また。呼び方がね。あっち行ったりこっち行ったりしてるけど。そう。で、俺もともとそんなに反抗期っていうのがあんまなくて、ザ反抗期はなかったんだけど、でも、そうね、高校の時は、そうだな、まあ、それは高校の時も、音はまだ変わらずそう忙しい日々だったから、で、俺中学まで自分の部屋ってほとんど使ってなくて、で勉強もリビングでやってたからずっと、で高校から結構自分の部屋にもこもるようになってたのね。そうで、うち俺の部屋が2階にあって、その2階に行く直前に、おかんとかおとんと妹が寝てる部屋、寝室があったのね。でおとんがそう上がってきて、まあ高校の時はもうさ夜更かしてたから、ドア越しにさ、おやすみって言ってくれるわけよ、おとんが。でも反抗期、ザ反抗期だった時は、反抗期っていうか、まあそのさ、いろいろこうイライラしてる時とかさ、ちっちゃなおとんに対してちょっとイライラしてる時とかも結構無視とかしてたの。挨拶してる時は、返した時は返したんだけど、おやすみみたいな、結構無視してて、でそれでも絶対に挨拶してくれてた、毎日おとんは。そうで、まあそれが結構経って、で、まあ、高校も卒業してってなって、で、大学入って社会人になってって、で、社会人になってからだね、本当に、なんか仲良しになったっつうか、おとんがすごかったんだなっていうのを実感したんだよね。でも社会人になるまではさ、本当に一緒に遊んでもらえなかったし、寂しかったんだよね、きっと。そう。で、反抗というか、無視とかしちゃってたからさ。いや、それ本当申し訳なかったなと思う、本当に。それでも、めげずにというか、変わらずには毎日毎日挨拶してくれて、ちゃんと。しなかったことなかったもんね、俺の記憶の中で。そういうところはやっぱりかっこいいなと思うし。で、あとは、ね、社会人になって働くようになって、朝6時に行って終電に帰ってくる日がどんだけ大変だったか。でもちょっと会社名は出さないんだけど、本当に結構きつい、俺が今想像してもすごいきつい会社に勤めてたから、その後転職したんだけどね。だから、ありがたかったなって思う。そうだね。で、その遊んでもらえなかったって話をしたじゃん。でもね、
その中1の時だったかなに、プレイステーション1が発売されたの。今、プレイステーション4まで出てるけど、俺、まあ、1の世代だから、最初。で、それ買ってもらって、で、うちのおとん、おかんもそうなんだけど、車がすごい好きだよ、うちの親。そう。で、特におとんは、そのレースとかも結構好きで見に行くのが。だから昔、幼稚園か小学校低学年の時に、鈴鹿サーキットかな、その有名なね、とかに F1 見に行かせてもらったりとか、俺、幼稚園の時の将来の夢、F1 レーサーって言ってたぐらいに好きだったのね。そう、とかあったから、で、車のゲーム、グランツーリスモっていう車のゲームがあって、で、それを買ったんだよね。で、それを俺やるのが好きでやってたんだけど、で、休日に時間が被った時は、おとん一緒にやってくれて、そのゲーム。まあ、正しく言うと、自分がレースで貯めたお金をおとんが散財するっていう。勝手にお金使っとるやないかいみたいな。そうそうそう。でも、そんな文句を言いながらも、それがすごい嬉しくて、俺は。おとんと一緒にゲームができるのがね。多分、おとんと一緒にゲームしたのそのゲームしかないもん。後にも先にも。でも、すごい嬉しくて、おとんが楽しそうにさ、ここの、部品がどうのこうのとか言ってんの。俺は全然わかんないんだけど。でも、それがすごい楽しくて、そう、そんな感じだった。だから、まあ、今はね、その、ツイートだけ見るとすごい仲良しに見えるかもしれないんだけど、まあ、実際そんなことはなくて、いろいろあったわけだけど、で、今もみんなさ、その、家族、お母さん、お父さんに対して、うざいとか聞くけど、まあ、ムカつくとか、いろいろあると思うんだよ。で、俺、母親も、割と仲良しだった。中学の時とか高校でも普通に二人で買い物とか行ってたし、うん、全然それは苦じゃなかったんだけど、でも、おかんの方がちょっとぐちぐち言う性格だったから、一緒にいる時間も長かったからね。だから、目の前に対してこう、ちょっと反抗的な口を言うのは、おとんにはもう言ったことはないんだけど、おかんには結構言ってて、うっせえな、みたいな、とかあったわけ。で、その反抗期も大学生の時だったんだけど、遅めっていうね、遅い反抗期だったんだけど、でもそういうのもあったけど、でも今はすごく尊敬もしてるし、感謝もしてるし、大好きだし、親のことね。だからみんなも、いろいろあると思うんだよ。で、実際ね、いろんな親御さん、やっぱり塾講師やってるといるわけ。でね、いる。理不尽な、もうこの人が親だったら俺は愛せねえなっていう風な人もいる、確かに。いるけど、でも、まあ今のみんなが持ってる感情、ちょっと負の感情っていうか、ムカつくとかっていう感情がずっと続くわけじゃない。そう。で、だから、ぜひ思っててほしいのは、無理やり感謝をしろなんて思わない。そんなんね、いいじゃん。感謝なんて無理やりするもんじゃない。だけど、もしみんなが、その、思う中で、例えば、育ててくれてることとか、その、まあ、働いてくれてることとか、感謝できるところがちょっとでもあるんだったら、そこの気持ち、すごいちっちゃくていいの。大きくなくていい、その感謝の気持ちは。大きくなくていいんだけど、ちっちゃな感謝の気持ちが、自分の素直なところでどっかにあるんだったら、それは大事にしてほしい。そう、それを無理やり潰す必要はない。みんなの世代って、親に感謝したりするのがかっこ悪いなんていう風潮もあるんだけど、そんなことはない。人に感謝ができるって素晴らしいことだから。絶対かっこ悪くないよ。そう。なので、みんなの中でそういったな感謝の種というか、そういうのがあるんだったら、それは大事にしてほしいなって、すごく思います。はい。っていう感じです。さあ、これをね、投稿してるときは、きっと俺の幼稚園の時の姿見てると思います。もう、その感想はあれだわ。コメント欄が概要欄に書くわ。その辺はね。まあ、そんな感じで、みんなもね、まあ、家族とか、いろんな、なんだろう、形があると思うんですけど、ぜひね、大事にできるところは、大事にしてもらえたら嬉しいです。いやー、真面目な話しちゃったね。では、今週のダラダラジオは、多忙だった父との思い出ということで喋らせていただきました。今週もね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。さあ、夏休みがやってきます。怒涛の夏休みですね。まあちょっといろいろ、今週あたり報告することもあるかなと、夏休みこんなやってくよっていうね、まあ覚悟を決める動画ですね、をやっていこうと思いますので、まあ次回のダラダラジオにしても、まあ今週の動画もね、ぜひ見てもらえたらと思います。では、今週はこの辺で終わります。私は寝ます。以上です。ありがとうございました。